はい、毎度。はい、毎度。おはようございます。はい、毎度。はい、こんにちは。はい、毎度。ちょっとリサイクルショップ、はい、っていうトレファクかな。はい、トレファクですね。トレファクに今来てるんですけど、うん、ちょっと買い物していこうかなと。うん、買い物。買い物。うん、で、まあ、欲しいもん今ある？ない？トレファクに？うん、なんかその今欲しいもの。あー。やろ、商品見たら あるかもな、あ、これ欲しいかもってなる可能性があるから、あるよ、あるよ、何でもあるトレファクに来たんですよ。うん、ありがとう。で、ここでこれなんぼやったら買う。はいはいはい、例のようやってるやつ。うん、自分の予想の方が高かったら、うん、商品の方が下回ってたらマジで買おう。でもそういうことやもんな。うん、でも別にいらんけどあったら使うわぐらいのやつをそれぞれ紹介していって買わすっていう。なるほど。マジで買うな。でも逆に行きすぎたらダサいみたいなこと。そう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 だからマジでその値段やったら買うわのマックスを出してほしい。せやんな。中身見て、うん、欲しいのあるかどうか見よう。オッケー。ちょっといきましょう。福きたる。ちょっとすいません、ちょっとすいません、すいません、ごめんなさい。早速ある。もうその店の外にも、うん、座椅子いらんな。いらん。ソファーあるからな、家。ああ、でも自分の部屋にあってもまあいらんけどなら。マジでいらん。俺はマジでいい。おぼかれ。あ、なるほど。だからいいよ、言ってもいいよ、俺なんぼって。50円やっても買わん。買う。やろ。だからそういうことだよ。でも俺の今の価値で言ったのが200円、うん、そんぐらいな。あ、そんぐらい。200円に無理やからさ。じゃあ300円は買わんってこと。買わん。300円やほら、買えるやん。出せんねんやん。出せるやん。700円。いいやん。800までいったらラーメン食う。1000円はラーメン食う。いや、マジせやな。980円出される。いや、お前はもっといける。なんでやん。部屋カラッカラやもん。関係やへん。もう置かれへん。絶対いけるよ。え、いらんの。いや、俺はちょっといいかなと。ああ、そうなんや。ただ値段見てない。あ、見てない。まだ見てない。おう、上に。なんか視聴者の人には見せたりします。ちょっと。ああ、いいんじゃない。一旦値段。相場わからん。これ。せやな。これでわかるな。確かに。そこ出してるせい。これは一番上の人のものになるってことかな。これこいつが例えば2000円やったとして、はいはいはい、2000円より一番オーバーしてたやつが購入や。うん、はいはい。一番安く感じてるってわけやから。価値一番な。そう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 。つけたやつやからな。俺。マジです。3000やったか。マジ？マジか。マジ？3000。マジ？それは上回ってんちゃうか。普通にエーペックスしてる時今床に座ってんのよ。はいはいはい、ああ、そうなの。3100円は変わんのか。いや、もう3000円って決めたから3100円は買え。これは俺のマックス。あー、マジ890円は。いや、もうあつやが一番上だ。いや、安いかどうかは知らへんけど。いや、そう、俺トレファクとかそのリサイクルショップあんまし分かれへんけど。そうやね、そうやね。ちょっと触っていいやぐ。いいよ。あ、いいよ。生地感見たあかんで。破損とかも。いや、そうそうそう。あ、あ結構よくて。まあ、それずっと日焼けやわな。こちらもちょっと別に破れてんのは全然どうでもいいよ。匂いとかいい。いや、その確かにワンちゃんの可能性あるやん。嬉しい。うん、嬉しい。そこにはつかへんかな。後半やあんな。後半やめちゃくちゃ前にオバコンがやん。うわー、うんちかどうか微妙なん。1800。あ、下がった。まあ汚れはな。いや、でもなるからな。一番熱いやろ。出すんちゃう。1800円やったら買うわ。税込みで858円。うわジャンボ。そりゃそうや。安っ。そりゃそうや。お買い得やん。トレファクすごい。
最悪やわ、おかしい。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいはず。半額で1000円負けてもらってるくらい嬉しい。嬉しいやろ。邪魔やって。こう、ちょっとじゃあ店の人に言うわ。最後でいいじゃん。え、そのレジ置いといてもらおうかな。あ、取られたら。なんかもう嫌やん。もう外に。買う時決めてんの。もう自分前から。確かに。急に気になる。これ聞いただけなんですか？それうんこじゃないですよね。うんこではないですよ。じゃあ、うんこですって言わんやん。はい、なんか、逆に聞いとくわ。今、欲しいって言って今な、これやってもええなぐらいの。でもまあ、俺見てないけど、そこの。え、お前見んなよ、値段左上だ。ええとやるな、ええやるな。ええ、飾る系な。そう、飾る。そうだよ、これな。はい、隠してくれる。隠しといてな。なんでええが、なんかインテリア、もう部屋殺風景やから、まだしかも部屋、壁はいけんのよ。なるほど、壁にな、壁にかけれるなっていう。一応こっちにも和風の感じはある。和風のなんかクリスマでもあってもいいかなと思う。こんなんもあるし、あのみたいな。あの、うわ、おお、いいよ、エベスさん。あのエベスさんありかも。チャナも壁に別に貼ってもいい。家でもいいよ、いらん。家はいらんけど、クリスマとしてやったら。どういうことだ、クリスマとして。ポップアップの時に飾って。あ、そういうことな。そんなんもう全然普通に買いやん。買った方がいいね。うん、値段大事だから。でも自腹やからな。うん、その上でどれぐらい出せるのっていう。これは同じで言おうか。せーので。うん。そりゃそうやな。一応俺も言おうか。なんで？なんで？なんで？別にいらんけど。うん、ああ、なるほど。このくらいの下やったら別に俺は買っても言おうわ。あ、じゃあ俺も言おうか。いいで。はい。せーの。1180円。俺500円。980円1500円1800円。お前めっちゃ言ってくれるやん。マジかよ。まあ分からへんからな。いや、値段分からんくすぎて。たくみしてる？あ、もう知ってます。値段税込み1628円。最悪や、もう最悪やって。安いやろ。安いや1200円。そしたらめちゃくちゃ安い。ありがとう、じゃの。ポップアップに飾らせてもらおう。買わなあかんね。あの反戦行く。俺映った向こうのアメリカンイーグル。アメリカンイーグル行こうか。アメリカンイーグル。いや、持ってみてよ。あ、重た。あ、じゃあ木や。木や。ガチガチやん。結構高い。木かな。かっこいい。いや、かっこいいですよ。あんま俺ら見えてないけど。ありがとう。え、マジで。あ、俺ほんまにいらんねんけど。いらんよ。でも値段はあるよ。あれを買おうっていう。あ、もうほんまにいらん。マジ、もう嫌や。怖いよ。邪魔。うん。怒られる。いらんな、でもそうやな。みんないらんならやめとこう。そうやだよ、そっか。オッケー。でも一人が買いたいやったら。え、その買いたくないよ。あんま別にいらんな。みんなどうって。あ、そういうことね。そうそうそう。一応ちょっと値段聞きたいです、その。あ、もしもの、もしもの4キュッパ。うわー、4980円。やったら買うの。4980円。別にいらんで。いらんけど、その家にもしスペースがあったら4キュッパやったら出せてたなっていう。俺2キュッパやな。2980円。一緒だよ、3500円ぐらい。俺1500円。1500円。みんな結構や。いや、あれ結構日盛りやな。税込みで1628円。安い買い物や。いや、いいやん、買え買えよ。いや、いいやん。ちょっと俺からリクエの、プレゼント、プレゼントしていい。ちょっとその辺持ってくれる？俺ちょっと値段見てもうたからあれやけど、このバイクのインテリア、こっちから。いや、まあいらんな。いらんかった、全然。これでもいらんってなったら結構買い物できひんくなる。ほぼいらん。この企画が通らへんくなってくる。ほぼいらん。いらん、そう。いらんけど、なんぼやったら買うやから、いらんけどな。うん、そのマジでいらん、あれマジでいらんや。あれマジで。で、これはなんぼやったら買うとか。サイズ的に置きやすい。そう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 。あ、それはあんのか。これ違和感じゃねえだ。洋服を売るなら、ぜひ500円。2500円。
2500円以下やったら全然いらんけど買うわ。俺800円。お前さ入ってくんだよ。シャーってなるもん。800円安ってなるんだろうな。確かに俺2000円ぐらいやった。あ税込み2748円。おお2500円。おっぶらっ脳汁出てる。なんか脳汁出てる。えっくえっくこれ脳汁出んねや。いいな。めちゃくちゃ儲かった。今2000円儲かった俺。セドリア4000台。4000台やったか。4000台やったらマジで。おブランドな。これは高いから。この辺の天井。これは洗濯機。これ洗濯機。いらんかな。え設備というか見たいな。見ていい。機能見ていい。全自動や。でもちょっと量少ないな。あ、リットル。うん、リットル少ないかな。ちょっといくか。え、家にあるわ。家にあるわ。洗濯機あるわ。何の時間だ、これ。そう、これから一人ぐらいするかもしれへん、熱いよ。あ、熱いやん。そう。熱いよ、それだけは。全部揃えろよ、今。じゃ、今、流行ない。その時にしてほしいわ。あっちや、あっちや。えぐいって。じゃ、俺、この値段知ってんのよ。あ、そっちな。うん。それ、なんぼな。一応クリス、なんぼか。もう一人ぐらいするかもしれない。するの、せーの。でもなんか2000で買えたらおもろい。ちょ、待って、やめんな。お前やめすぎやろ。明日から一人暮らし始まるってなったら何も出せる。なったら15000は出せるんや。1万5000。いや、1万。そう、こっちとかもあるからさ。やったらこっちに1万5000円で、こっち1万5000円で買うし。あ、こっち。そう、こっち1万で1万5000円。なんで俺今その一人暮らし予定ないのに迫られてるの。洗濯機を。じゃあ行くで。うん、こっちな。それどちら購入。いや、いける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 。お前かい。うっしー、かえゴルフの、あ、ちょ、ユーティリティって言われるウッドなんか、ウッドが欲しいな。そのちっちゃい、これ、あ、そんなそんな、これな、あ、これ、これ、前の、これ、これか、これか、これ水の、なにこれ、ユーティリティかやっぱり、五番か、五番っぽいな、18度5番、いや、これマジでいいか、じゃ俺ないねんこの、ここが、あ、この番号ね。なんかちょうどいいのが持ってないと思う。そう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 。マジでケチやからな。ケチ、ほんまにケチ。最近クソ貧乏やね。そうな。でも行く予定があるから。なるほど。これ6000やったら俺買う。お、出す。6000。普通だってめっちゃすんのよ。そんなすんのよ。だって1本なんぼ1万とか全然するようなやつやから、6000やったら買う。6000やったら買う。買う。こちらの商品1000円かち。ほんまに嬉しい。このケースもあるんや。ほんまに嬉しい。マジで嬉しい。ほんまに嬉しいわ。これめちゃくちゃ安いわ。おいいよ。すごい。なんかマジで。なんなら集めたらって感じやし。秒で折れるのかな。1000円以上ないよ。え、そうなの。なんか俺が何枚折れてたかったよ。めっちゃいい買い物。ありがとう。一応相談今日あるけど。ちょっといい。なんぼ出すか言ってみ。なんぼやったら買うか言ってみ。いや、多分釣りとかもあるから。でもガチなやつではある。そうなんだ。結構遠くまでじゃ見れんねや。うん、いらんな。双眼鏡いらんな。いらんな。え、それでお月さんとか見てもええの。全然いい。え、かっこいい。見れる双眼鏡自体は。いや、ちょっと見えそうやな。はい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 。ああ、割とちゃんとして。いや、かっこいいよ。いい。これあります。せーの、7500円。ええ、なんで4500円。マジで1000円。俺700円。なんやねんこれ。安いんかい。いや、分からん。俺そんな知らんけど、俺普通に4、3000とか1000円超えても買わへん。自分の中でちょっと興味あるっていうことや。いや、でもあってもおもろいなと思ってたよ。こちらは4500円。500ドルとプレゼントいたします。こちらの値段、うん、
3278円。ちょうどいいやわ。嬉しくもない。ちょうどいいやわ。さっきみたいな欲しかったわ。500円です。欲しかったわ。両方とも3278円やから、どっちか好きな方がいい。あの遠くに置いてあれで見ろや。近くで見たらええやん。近くで見たらええやん。大黒線それ見たいわ。俺でもチラッとそこ見えてんけど、キャンプグッズあったんや。なんか一個買っときたんやな。もうめちゃくちゃかっこいいランタン。あ、ランタンいいな。そう、そう、ほんまの火のやつ。オイルのやつ。そう、オイルっぽいな。弁当箱ちゃうかな。でかちゃうんかな。あ、ポータブル充電器や。あ、充電器。ちょっと俺変わるけどいい。あ、下にダンベルあんねん。あるな。そう、一個あるよ。一個ある。ちょっとおもろいかも。ダンベルするで。あ、すんの。ダンベルはするよ。あ、じゃあ俺無理か。なんぼで買おうとしよった。もともとでも2000でいけたら熱い。そう、片方。片方、まあ1個だけでいいよ。あ、1個で。そうそう、それが2000で。2000やったら買ってた。2000やったら買ってたな。ダンベル高いもんな。1600円です。すぐ引っかかんねんか、お前が。めっちゃ重いやん、こいつ。やったこれかい。いや、でもまぁ、オレンジ飲んでしようかな。これは岩谷ってとこ。ええやん、かっこええやん。そしてそう、これめっちゃかっこええ。それ行こうかな。相場分からへんな。そうなん、そうなんか。ちなみにこっちのランタンは5280円。まあまあまあ、そんなもんやん。ランタンやね。4500円。いくやったら。いや、結構張ったよ、これ、俺。なるほど。うん、こっちは俺な。3278円。こいつ。ちょっとそれやんけよ。なんで安いねん、そっちの方が。ちょうどギリギリの感じ。なんで、これが、これが5000円ね。それは、あの、サウンドと。LED やつ。うわー、BGM。そんなん、こっちがいいわ。簡単ではない。騙されてる。あ、こっちの方がいい。嘘。こっちがいいや。いやいや、かっこええよ、こっちの方が。いや、せーの。お前めっちゃ買ってんな、なんか。3つ買ってんな。1万ぐらい出してんじゃん。もう出してる。これなんかあと閉められへんかってるから。いらん。じゃあいらんわ。いやいやいや、もう遅い。買いますよ、言ってんの。あ、入る入る。はい、ありがとうね。最悪。いやいやいや、こっちは1個買ってる。俺1個買ってるよ。でも何個も違いもしたいよ。それ以降も全然ない。扇風機とか。おしゃれやな。扇風機なんかマジでいいな。ルンバええやん。12000。19800円。高いもんな。これ車とか行けんじゃん。2キュッパとか3キュッパです。マジでいらんから。怖い。照明欲しいって言ったら3911。それはかっこいい照明。ちょ、マジで。あ、そっちなの。うわ、かっこいい。お前好きそう。この鉄管ピクサー。もうガチのピクサー。これ結構いいんじゃん。ちょっとどう。マジで言わない。お前結構このシルバーで。あ、そうや、そうやってない。うん、直角にできる。できます。ここ、マジでここもできる。いけるいけるいける。でも今もう俺んちテレビがこうやからさ。はいはい。それを置くとこがないし。こんなソファーの横じゃない。インテリア兼ピクサーで、そのお前ソファーで寝んねやろ。うん、だから間接照明的なことじゃん。そうそうそう、寝る前の。まあでもこれがきっかけの醍醐味ですよね。知っていうか、欲しいもんを見つけたい。2キュッパ2980円。より下やったら買おう。え、下げていい。2キュッパやったら買う。このお値段税込み1078円。よし、やっとこいつ買ったぞ。よし、持って帰る。ガチでいらん。ガチでいらん。しゃもいらんわ。
チでいいな。だっていいよ。リクのやし。もうリクのやし。180円。お前舐めんなよお前。1200円。ガチでいいな。加湿器あったわ。超音波式加湿器。未使用。未使用。新品。これでどこまで見ていける？全然いい。ここだけや。喉命やからな。ほんまそう。いらんなマジで。こんなにいらんな。でも肌とかも俺全部乾燥するから。はいはいはい。風呂上がりとかすごい。うざい。うざい。髪の毛のこの頭皮とかもめっちゃ乾燥して。これ一つで。頭皮、肌の乾燥全部直せます。それやったらサンキュッパ出そう。サンキュッパ。ちょもういらんってマジで。マジでいらん。980円。安いね。ほんで1780円買うやろ。物増えてる。1000円やったら。いらんものだけ増やすなよ。よかったよ。お前らも攻めてこいや。いや俺にもあつや見繕ってよ。まだ材質だけ。材質だけでかい。ジャンルないの。死にまみれの。あでも好きそうなご飯とかはないかも。せな少年期スーパーサイヤ人2。どうした？いいのおる？右上？クソ懐かしい。それバトル体感カメハメハオメイトフュージョン。スカウターバトル体感カメハメハって書いてある。えそれさ指にさなんかつけてテレビにやったらカメハメハ出るみたいな。あそうやわ。うわなんかそれめっちゃ懐かしい。いやその懐かしいっていう感じで全然出せるな。やろ？うわ、いっく俺これ持ってたんや、ワンとツーどっちも。ちょっと待って、4 5000円は出せへん。5000円ちょっと嫌や。絶対嫌。うん。あ、もうマジで4000円。ジャスト。それ以上はもう無理。そやな。4200円。うわ、4200円。まあ4200円やったら出す。もうそこマックスで三台カメラし4300円。いや、高いってカメハメハ、ぐっちゃぐちゃ古いゲームやで、これ。4300円っす。ギリギリくそ、変わんない。さあ、会話終了しましたね。後ろに椅子ちょっと行くかな。自分はこれと、鉄割れね。じゃあ前か。これやる。赤い赤いかな。うん。あ、いいやん。なんかめちゃくちゃずれにずれてる。色紙みたいな感じなんやな。うん。そうだね。角縁がついてるみたいな。ずれてんねん。ずれてる。詳細安い。詳細見られへんな。うん。よね。ランタン。ランタン。マジでいいやん。これはランタンはマジでいい。これやほんまに。そうなんよ。いいよ。マジでこれいらんわ。これ結構見えんの。おお、結構遠いとこまで見える。おお、いらん。いらんな。逆から見たろ。何、逆から。ちっちゃくなるとかやんな。逆から見たら遠くに見えるとか。あ、もうほんまそうやわ。うん、どう、そっちやったら。おお、いらん。いらんか。いらんよこれ。でもただでもらうって意味やったらもらうんやろ。ただでもらうって言ってもらうやろ。うん、ちょっとは欲しいってことで。いや、3000の価値はない。8000払ったって。これうわー、大盤振る舞い。俺は後ろに左側に座椅子。座椅子1個やな。まあ家になんか店内でいい椅子見っけてたな。いや、いい椅子あったよ。さらにいいのが600円ぐらいで。いや、そっかよ。絶対こっちや。これめっちゃいいや。フリックがこの2つね。加湿器とライト。ガチでいらん。邪魔なだけ。こいつのが一番いらんかいも。邪魔なやつを買っただけ。その合計金額とか。僕858円。僕3000円。3000円。これ2000円。俺8100円。最悪やん。最悪やん。最悪やん。あ、めっちゃええやん。俺も最悪やわ。もう綺麗やん。最悪やん。最高おしゃれ。チェキに行ってるやん。最悪やわ。そっちやんお前。じゃあこれちょっともっと
いろんな店で、まあ、いいな、うん、背中を押す企画給料日やったらやってもいいかもな、ね、あ、いいな、お金減ったら何しよう、そうしよう、ギアとかな、いや、いいな、いい、そうしよう、オールス背中押してあげたいもんな、そうやな、うん、じゃあまた買い物行きましょう、お願いします、あとしょ、あとしょ